色なんだっていうのが第一印象です。周りは特に何もない。うわー、エッフェルさんすごいです。何登るの？こんくらいかかる。そんなに何登らなくていいやっていうのが私の。仕事あった。そうそう、やってた。エミリンパリスで。エミリンパリスやってた。思い出した。ほら、エミリンパリスって書いてある。エミリンパリス出てきた。パリのマックだ。すごーい。アーケードに来ました。スターバックス。スタバもなんかおしゃれだね。
供らしいよ。台湾、うん、で84歳で亡くなった。日傘を差す女、右方向。日傘じゃなかったっけ？傘だっけ？すごい好きだね。変わり者ゴッホのエリアに来ました。ゴッホのスタイルね。ゴッホの靴下。突如道端に現れたロブスター通り屋さんに来ました。全部半額でした。これ190だったけど95だった。95ユーロだったし、これは65ユーロが32ユーロ50になってました。店員さんもめっちゃ感じよかったですし、すごい悩みましたけど、とてもいいお買い物ができたのと、あとフーディーも買いました。はい、すごいおすすめです。パリのメゾンキツネのアウトレット。このパーカーは230だったんだけど、115でした。これはオーバーサイズでかなり可愛いので、サンディエゴで着るか分かんないけど日本で絶対着ます。めっちゃ狭いエレベーターで、めっちゃ遅いだけど、今日のやるご飯はスーパーの惣菜にします。スーパーのビオセボ、健康食スーパーでサラダを買いました。今日はヘルシーに行きたいと思います。